一郎は日本のレコーディングミキシングマスタリングエンジニア。本名、西総一郎。プレミアエンジニアリング株式会社の代表取締役で、プレミアサウンドファクトリーでリリースされている作品の作者でもある。神奈川県葉山町在住。1974年、東京生まれ。1997年、明治大学法学部中途大学。 1998年、カナダトロントに留学。2001年、音楽グループを結成、メジャーデビューを経験し、自らの音楽活動を通じ、やがてエンジニアに特化するようになる。2004年のグループ解散後、音職人として本格的なキャリアをスタート。レコーディング、ミキシング、マスタリングを主体に、映画音楽、ゲーム、アニメ、CM、 様々なジャンルのアーティストのアルバム等、2017年まで6000曲を超える楽曲を手掛ける。ライブ音響も担い、フランスパリで開催される、ジャパンエキスポメインステージや渋谷芸術祭8校前、メインステージ、皇室午前ライブ、セシル・テイラーといった、世界各国のアーティストの日本公演、スイス、ポルトガル等世界のイベントなど、大きな舞台の音響監督を手掛けている。 同時に、首都圏を中心とした複数のスタジオのチーフエンジニアを経て、機材選定からワイヤリングなどのアドバイザーとして、スタジオデでエ,エプタ312スタジオ、カブコスタジオ、スタジオボンゴマンゴー等のスタジオ設計を支援。2012年には、プレミアエンジニアリング株式会社を設立、同時に神奈川県の葉山エリアに、自らのプレミアマスタリングスタジオを立ち上げた。上質 白身をコンセプトに妥協のない高音質を追求したバーチャル楽器音源ソフトウェアシリーズ。2000年に制作を開始したローズプルミエシリーズの品質を追求し、2012年にプレミアサウンドファクトリーブランドに進化。現在、20タイトルが公開されている。音楽的な音、太い音、アナログの質感、オーガニックなど様々な形容で語られるこのシリーズ。 ドイツのローズサービスベルリンが YouTube にて公開した最高峰ローズピアノ音源ソフトウェア比較対決ではシリーズのマーク1ステージプルミエ96キロが世界競合20社中ベストの称号を獲得最新作品のドラムツリーはカリフォルニアナム2017フランクフルトムジークミサ2017にて初公開最上最強のドラム音源と 国内外各所で評された。ありがとうございます。